これ住んではいないよね、まだ。まだ住んでないね。これ全部建つんだろうね。そうだろうね。うん。あ、休みね。はい。ダジョウぐらいだろうかね。ダジョウ。森島さんはどうかな。分かんない。あ、近藤さんも分かんないよね、でも。はい。近藤さん。そう、今日でも休むからね。あ、今日休むの？近藤さん。あれ？今日帰り、一緒に乗せててくれって言われたのね。川村の帰りね。お父さんもよく休むよね。まあ、子供の学校のことはいろいろあるけど。少しはかつけて休んでると思うよ。そうだよね。そう。そんなにあるもんじゃないね。でも今日の場合は小児科に行くって言ってましたね。子供さんちょっと、体あんまり良くないからね。そうそう、なんかね。でもあの人はあまり問題を起こすような人じゃないけどね。ちゃんと来てるしね、無断欠勤じゃなくて。無断欠勤のが一番困るなの、電話に出なくなっちゃって。たくさんおるんですね。無断欠勤はもうすぐクビになるしね。で、電話に出ないんですよね、無断欠勤していながら。ちゃんと綺麗に終わらせればね、2週間前に言って、もうやめますって言って綺麗に出れば何の問題もないのね。